ザ・ロード・オブ・キング。ファンタジーな雰囲気の横スクロールアクションゲームです。ハイスクールの1年生であるローシュが、キュープと呼ばれる妖精に連れられて、異世界レムリアへと渡り、魔王マクマホンを倒して、トンプソン姫を救うという、今風に言えば異世界転生もののような、ストーリーとなっています。システムとしては、RPG 的な要素が強く、3種類の武器にはそれぞれ、攻撃力と MP の消費量が、設定されており、例えば剣は一番攻撃力が高いけれど、その分魔法を使用した際の、MP の消費が激しくなる、といった形になっており、それに加えて、武器ごとにパワーアップが、可能という仕組みになっています。ちなみにストーリー上、最初に得られる装備である、黄金のバトルアックス、仕組み的に仕方ないのですが、最弱の武器なんですよね。キューティはこれで、魔王を倒せると、思って渡したのでしょうか？モンティのドキドキ大脱走。無実の罪で投獄されたモンティとなって、無実を証明するためと、真犯人を見つけ出すために、証拠品を集めて、走り回るという、謎解きアクションゲームです。全4ステージ構成となっており、各ステージ開始時に、武器と便利なアイテムを、一つずつ選んで、それを利用して、証拠品を集めていくのですが、各ステージに、証拠品が5つ配置されているのですが、そのうち2つは不正解。しかし正解、不正解問わずに、3個の証拠品を得ると、問答無用で次のステージへと、進んでしまうという、鬼畜な仕様のため、どれが正解かを、理解していないといけません。そして4ステージで集めた、証拠品をもとに、最後の裁判で、真犯人のモンタージュを作成し、正解すると大打念、という展開となっています。他の作品にはない着眼点が、なかなかに面白いゲームと言えますね。ピザポップ。その名の通り、アメリカのとあるピザ屋さんで働く、少年キッドとなって、数々の妨害を切り抜けて、デリバリーをしていくという、ストーリーとなっています。キッドはピザを投げる等の攻撃を、駆使して制限時間内に、ゴールまで進んでいくという、マリオっぽいアクションゲームです。と聞くとアメリカ生まれの、ゲームと思う方も多そうですが、本作は劣気とした、日本生まれのゲームとなっています。全7ステージの名前がすべて、ピザの種類となっており、ミックスピザやシーフードピザに始まり、フルーツピザなどの、聞き慣れないものを経て、最後はピザポップ、スペシャルという、本作のタイトルを冠した、特別なピザで締めという、憎い演出となっています。ファミコン後期だけあって、完成度の非常に高いゲームとなっていますが難しいですね。
説の騎士エルロンド、イギリスのゲームメーカーによって、アメリカ製ファミコン、NES で発表された本作は、発売の翌年に、同社によりローカライズされました。メルラド王国に現れた、魔法使いブラック、アニスによって、さらわれた7人の姫君たちを救うため、エルロンドは、暗闇と恐怖の森の先、ヒュドラ城を目指す、というストーリーの、アクションゲームとなっています。TRPG の文化のある、欧米製のゲームらしく、様々なマジックアイテムを、使いこなして進んでいく、ハイファンタジーな世界観の、ゲームとなっています。若干操作性に癖があるものの、当時の海外製のゲームとしては、非常に安定した難易度の、ゲームと言えるでしょう。ちなみに主人公の名前が、エルロンドとなっていますが、原作での名前はクロス、エルロンドの騎士、クロス、ということなんでしょうが、ややこしいためか、変更となっています。メタルフレームサイバスター。サイバスターと聞くと、バンプレストの名作、スーパーロボット対戦や、魔装騎士に登場する、コラボゲームの中の主人公的な存在、マサキ、安藤の愛機、サイバスターを想像しますが、こちらは全く関係がない、アクションゲームとなります。三足歩行型戦車と、そのパイロットを操作して、チェックポイント的な、Kマークを拾ってから、特定の地点まで進んでいくという、アクションゲームです。ちょっと違いますが、今風に言えば、メタルスラップに、ちょっと近い感覚では、ないでしょうか。パイロットと戦車を、共に操作するという点では、非常に面白い着眼点では、あるのですが、惜しむべきは、操作性がいまいちという点です。全体的にもっさりしているのと、脳な感性がついてしまうので、ストレスが溜まること、受け合いでしょう。USA アイスホッケー in 氷上の格闘技とも呼ばれるアイスホッケーを題材にした珍しいスポーツゲームです。アイスホッケーが題材というと本作とクニオくんのアイスホッケーぐらいしかイメージが湧きませんね。さて本作はトーナメントモードで遊ぶスーパーカップ CPU または2プレイヤー対戦ができるエキシビジョン、そして攻撃、防御に分かれて行う、トレーニング、などで遊ぶことができます。スーパーカップで、全米制覇を目指すのが、目標となっており、6つあるチームから、1つを選んで、優勝を目指して勝ち進んでいきます。ちなみにアイスホッケーのルールには、かなり忠実にできており、細かな反則なども、きちんと取ってくれますが、そもそもアイスホッケーのルールに詳しい日本人が少なく、本ゲームでルールを学んだ人も多かったのではないでしょうか。このゲームの解説してたら、当時金持ちの友達がアイスホッケーを
習っていたのを思い出してしまいました。ゲームもたくさん持っていたんですよ。漫画もね。ラジカルボンバー、地雷くん。タイトルからは想像つきませんが、本作は鬼ごっこをベースとしたボードゲームとなっています。しかし普通の鬼ごっことは逆に、逃げる側であるランナウェイが1人と、追いかける側のチェイサー側が4人という、ちょっと独特な仕組みとなっており、今風に言えば非対称型対戦ゲームと言えるでしょう。ちなみにタイトルの地雷くんとは、ランナウェイでもチェイサーでもなく、踏むと1ターン動けなくなるという、鬼ごっこゲームとしては、非常にきついペナルティを与えてくる、トラックのことです。マップは初期で3つ、さらにエディットも可能であり、ルートを切り替えるポイントや、場所を移動するワープ、さらにランナウェイ側専用の、2回連続で動く必殺技、なんかも実装されており、単純ながらも、奥の深いゲームとなっています。しかできないプレイをしない。